ロンドン・アイリッシュ・ RFC は、イングランドのプロラグビー・ユニオン・クラブである。アイルランドのアイデンティティを持つ。もともとはイングランド南東部サリー、サンベリー、オンテムズを拠点としていた。現在もクラブの管理事務所は、サンベリー、オンテムズのヘイジルウッドドドライブにあり、シニアチームの練習、ユースチームとシニアアカデミーのホームゲームがプレイされる。 ファチャンピオンシップでプレーした2016から17シーズンと2018から19シーズンを除いて、イングランドラグビーユニオンの最上位ディビジョンである、プレミアシップに、毎シーズン参加している。また、2018年の廃止まで、アングロイコールウェルシュカップに参加し、ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップと、ヨーロピアンラグビーチャレンジカップにも参加してきた。 チャンピオンシップでプレーした2016から17及び2018から19シーズンにはブリティッシュアイリッシュカップ及びその後継大会のファチャンピオンシップカップでそれぞれプレーした。現在のホームスタジアムはバークシャー・レディングにあるマデースキー・スタジアムであるが2019、2020シーズンの終わりにブレントフォード・コミュニティ・スタジアムに移転する予定である。 ロンドン・アイリッシュは2002年に初の主要タイトルを勝ち取った。また、2009年にはプレミアシップに決勝に進出し、トゥイッキナムでの決勝戦では、レスター・タイガーズ20対9で赤敗した。2007から08シーズンはハイネケンカップの決勝にあと一歩まで迫ったが、トゥイッキナムで行われた準々決勝でスタッド・トゥールーザン25対21で敗れた。 クラブのマスコットは、ディガーと呼ばれる、アイリッシュウルフハウンドのキャラクターである。ロンドン・アイリッシュはアイルランドからの労働移民を呼び、学生移民によって、イングランドで結成されたクラブである。ホームカントリーからのエグザイルのクラブとしては1878年のロンドン・スコティッシュ、1885年のロンドン・ウェルシュに続いて最後に結成された。 初試合は1898年10月1日にハーンヒルアスレティックグラウンドで開催された。対戦相手はハマースミスクラブでロンドンアイリッシュが8対3で勝利した。2020から2021のスコットは次の通り。ありがとうございます。